聖なる力よ、すべての方に救いを。今日も良いお天気ですね。ブルーアーカイブ、ブルーアーカイブ、ランデスクでスターさんに癒されたいブルアカ、ハージマールよ。ということで今回はブルーアーカイブのヨキマリーさんをご紹介します。視聴者の兄貴たちは懺悔室に入ったことはあるかな。空島はあったろう。懺悔室で壁越しに抜いてくれるシスターさんも必ず存在する。まずはヨキマリーさんのプロフィール紹介です。誕生日は9月12日、年齢が15歳、身長は151センチです。所属は鳥見て総合学園の1年生、部活はシスターフットです。この試合に満ちた表情を浮かべる子が1年生。今日から僕も進行します。そそるぜ。これは。趣味はお祈りと考え事、CV は小沢ありさんが担当しています。公式のアロナちゃんによる紹介文では、シスターフットの経験で誠実なマリーさんです。たくさんの生徒さんがその落ち着いた雰囲気と柔らかな笑みに惹かれています。でもマリーさんはまだ未熟だと感じ、早く立派なシスターになりたいと思い続けているようです、と紹介されています。ちなみにベールの下は獣耳です。獣耳清楚シスターなんて最高すぎるだろ。こちらも抜かねば、不作法というもの。さて、お次はボイスを聞いてみましょう。少しお話を聞いていかれませんか。駅前でお誘いされる上トーク。フラチなことはダメですよ。中に出してください。私の祈りが先生を守ってくれますように。愛です、愛ですよ。ナナチ、辛い時は私に頼ってくださっても良いのですよ。ママ、聖母ママ、先生でしたら、いえ、きっと大丈夫です。ラストバトル前の会話かな。マリーちゃんをホーム画面にすると祈る姿が尊すぎて体が消滅する。あ、やっとお迎えが来たんやなって。あなたって弱っち。ああ、いや、可愛い感じなんですからね。死んじゃいますよ。そんでマリーちゃんの戦闘スキル紹介。ついてきて。突撃。いい。マリーさんは公式のアロナちゃんの紹介によると、マリーさんは神秘タイプのサポーターです。EX スキルではマリーさんが祈りを捧げることで、リンクタストリにフィールド効果と、絶対状態解除を発動することができます。ご主人様の邪魔者を排除する。白髪認証はいつ頃実装されます。こんなんと、うん、準備完了。やっほー、汚物は消毒だ。オラ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 。全てご主人様のため。これが私のご主人様の連載再開どこ。よかったよかった。さて、最後にマリーちゃんのキャラストを見てみよう。ママー、来ていただいてありがとうございます、先生。はい、先生のことを祈っておりました。結婚しよう。このように静かな場所はお祈りにぴったりです。祈っているはずの私の心もまるで現れていくようで。精神統一みたいな感じかな。先生がこれまで積み上げてきた道、そしてこれから選ばれる道、そこにどうかできるだけ多くの平和と幸せがありますように。でも治安がちょっとやばいから大丈夫かな。え、自分のことも祈らないのですか。それは、いえ、大丈夫なんです。そうなの。先生が幸せでしたら私も幸せですので、つまりこれは
私たちのための祈りなのかもしれません。これもう毎日お祈りかよ。結婚いいじゃないの。私は応援するし祝福するわよ。おっと、申し訳ないけどお見せできるのはここまでだよ。この先の懺悔室での罪を出し切るストーリーはブルアカ X で楽しんでくれ。動画更新や自作エロゲのお知らせ等は Twitter でしてるので感想やフォロー、動画のいいねと高評価も押してもらえると嬉しいです。あと次に紹介してほしいキャラがいたらコメントしてってね。さて、この動画を最後まで見た君たち、キスター三七の作品でおすすめのがあったら教えてね。あと今回のサムネはエボンさんにお借りしました。ありがとなす。では、サラダバー、動画のいいねとチャンネル登録もよろしく。はぁ、葵ちゃん超チェ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 ルーン。はぁ、葵ちゃん超可愛かったですね。また会いたいね。